サンリオギャラリーは、かつて、東京都中央区銀座2丁目にあった商業施設である。1985年から1986年にかけて、サンリオ本社内の社長室直轄部署として、設置をした新規事業開拓プロジェクトを基礎として、企画、事業化を開始した後に新時代のソーシャルコミュニケーションプロジェクトの一つを事業化して1987年12月に、 オープンしたのがサンリオギャラリーである。店舗の正式名称は銀座サンリオギフトゲートだが実際はサンリオギャラリーであり、通称として銀座サンリオギャラリーと呼称されていた。1987年12月5日のオープン当初から変わらぬコンセプトは物を売る場から環境の楽しさ、夢、感動を売る場へがコンセプト。 このコンセプトは当時の辻社長自身とプロジェクトチームメンバーによる共同作業によって生み出されたもので、このコンセプトは閉店まで検示された。オープン当初の報道向け発表資料には、スペシャルエレクトロニクスマジカルファンタジーショップサンリオギャラリーの記載もされていた。コンセプトの中には、感動する心と夢を持った人たちへの記述もあり、年齢層や性別を区別せず、 意識を失い、幅広く開かれたショップを標榜していた。かつて、東京都中央区銀座2丁目7の17の岩崎ビルに2にフロアを賃貸する形式でオープン。総面積約704平方メートル。総工費5億円、年間売上高約12億円を目標としていた。開店当時は、銀座に突如として、ディズニーランドが出現したと関係者の間で騒然と、 なり、その後、修学旅行のコースに組み込まれるなど銀座の新名所になった。店舗内は入り口から出口までハイテクを駆使した5つの物語で構成されていた。なお、岩崎ビルはサンリオギャラリーの撤退後に入居したティファニーに2003年6月に売却されて、ビル名もティファニー銀座ビルと名を変え、2008年にリフォームが実施されて現在に至る。 フロア面積は約303平方メートル。ビレッジオブドリームス、夢の村で働く、村人たちが作った小さな贈り物を販売しているという設定に基づいたショップ空間で、作られた贈り物は飛行船、サンシャインエキスプレス号でフェアリーランドとファンタージェンに運ばれる仕組みだった。また、ミュージシャンズツリーも存在した。 1987年から1990年までの3年間は1階フロアは8店舗のミニ店舗構成。大人の来店客を意識したため、8店舗内では、西ドイツ製のワイン、フランス製のワイン、輸入食材、女性用小物、ユニセックス商品、英国製小物、輸入陶器などを当初は販売していた。開店当初は1階と口述する2階とでは、 ショップ空間が異なるのは、店内環境や雰囲気が客の購買力に影響するかを調査する目的でもあったが、その後2階が明らかに繁盛したため、1990年4月下旬よりフロア内のリニューアル工事に着手、1991年のリニューアル庫からは2階のショップ空間と同様の装飾の1フロア1店舗構成に変更された。 フロア面積は約401平方メートル。タイムトランスポーターに乗り降りるとフェアリーランドに到着。妖精の国に住む妖精たちが作ったギフトや商品を販売する設定に基づいた空間。サンリオピューロランドのフェアリーランドシアターに告示した内装を持つ28パターンの特殊効果装置を組み込んだギミックを店内の各所に配置。 白鳥をモチーフにした船、フロア中央には、回転木馬と、ミスターツリーの名称の顔のある歌詞の木と、望みの井戸、袋先生の学校と、当時のオーディオアニマドロニクスを駆使したギミックを搭載した、ハローキティのお城が存在した。以上28パターンの電子合成アニメーションのギミック企画設計は、米国ランドマークエンターテイメント社によるもの。ありがとうございます。